そしてこういったねパフォーマンスもするということでございます。さあそれでは登場してまいりました。やはり来てますね、浅草商店連合会の発表着用者、駒匠プロの登場です。いやー、連合会の皆さんありがとうございます。なるべく濡れないように、なるべく濡れないようにする、なるべく濡れないようにする。さあ登場いたしました、駒ちゃん。さっき実物ご覧になりましたでしょ。間近で見るとあの足のプレートね、あんだけ大きかったのに遠くから見るとそうではないんですが、あ、なるほどね、俺の背中を見ろ、浅草商店連合会ありがとう、そしておめでとうですね。第15回のこの、隅田川、水面の祭典2023、さあ判定を着たこの駒匠選手、皆さんのところに近づいてまいりました。さあ近づいてまいりました。お、やりますよやりますよと、まずはお一人ずつね、挨拶です。さあ駒ちゃんの、あ、どうもこんにちは。はい、これだけね間近で見えてなかなかない。あ、フリースタイル岡本選手も爽やかな笑顔を見せてくれています。さあこのね、まずはね、一人ずつ笑顔で、そしてねチャモちゃんもさあそのまま鬼滅のね衣装のままです。さあそれではコマちゃんのフライングショースタート、くる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 、そして高い、そう駒匠といえばやっぱりこの回転です。さっきのあの高い、そして上に行ったり下に行ったりしてるのが彼が操作してるんではないんですよ。下にいる増井優子プロ、チャモちゃんがハンドルの操作で上に行ったり下に行ったり操作しています。だから彼からすると、え、今下がるの、今上がるの、そんな状況なんですよ。だからこれは一人ではできません、チームなんですね。さすがプロパフォーマンス、このチームワークの良さ、そう、そしてあの高さ、さっき言いましたけどビル3階建てくらい、そんな高いところからどうも失礼いたしますと、コマちゃんが一人ずつ挨拶していきました。さあそしてこのね、やっぱりなるべく濡れないようにということで、あのさっきねリクエストがあったんですよ、1回目、いやあれ着ていいですか、いいですかね、いや本当ありがとうございます、ご協力いただいてありがとうございます。さあ来ました、コマ匠といえばこのダイナミックなパフォーマンス、そしてなんならこの円を描いた時にハート型になるんですよね。そうちょうど円を描いてうまーくハート型になっているところを皆さんね連写で撮れたらいいんですよね。この日本の噴射、そしてこのレインボー、いやーまさに皆さんへのねシャワーです。暑いですか、なんならどうぞということで、さあシャワーもね、いや綺麗だなレインボーが、いやー素晴らしい虹色になっているこのアクアボードのね噴射です。さあこの噴射からですよ、やっぱりね低いところでもこれまた難しいんです。だって水に近いところで